えー、沖縄県の知事選挙が行われましたので、若干の解説をしたいと思いました。<laughs> 沖縄県知事選挙ではですね、前の那 <laughs> 覇市長が36万票、現知事が26万票と圧倒的な差をつけて、まあ、知事としての新人が当選したわけですね。えー、まあ、現在国会で3分の2に達するという議席を持っている自民党がですね、必死で現知事を応援しても、<laughs> この10万票の差というのはう非常に大差であると。 まいうふうに言えると思います。まあこれに対して、えー、今日の,せあのテレビのコメントを見ますとですね、政府や中央の人たちが、基地の人たちの選挙ではなかったとか、一旦決まったことを恣意的に変えることはできない、などと検討外れのことを言っております。えー、選挙も近いんですけども、もし自民党に誤する政党があったらですね、この発言は非常に大きな自民党の失点となって、 まあ、なかなか自民党が選挙に勝つのが難しくなると思いますが、今のところ自民党しかないんで、まあ、選挙はちょっとどうなるかわかりません。私が考えるですね、沖縄の人がどう考えているか。私は沖縄の仕事を15年ほどやってまいりまして、まあ、今回の選挙結果を素直に理解することができます、えー。そこでその理由をですね、あの、この本土の人たちはなかなか理解できないと思いますので、ちょっと加えたいと思ったわけですね。 まず、沖縄は戦争で戦場になりました。えー、多くの人がよく分かっていないと思いますが、日本国土の中で戦場になったのは、県単位ではですね、小さな島は別にしまして、沖縄だけでありまして、非常に悲惨な体験をしました。まあ、それはアメリカ軍が南方から来たということと、沖縄が最南端であることから、沖縄の人たちは事実をそのまま受け入れています。とても偉いと思いますね。 え、これだけでも大変に、もう大変なことなんですよ。えー、日本という国で戦ったのに、なんで沖縄県だけが、ま、戦場になるのかと。相手がいるから仕方ないじゃないかと言ってもですね、やっぱりそれは大変なんですね。それから戦後ですよ。じゃあま、戦後はね、せめて、戦場が沖縄になったんだから、戦後だけでも今度は、あまあ、九州とか四国とか北海道とかなんか代わりになればいいのに、 これも沖縄だけがアメリカ軍の占領から脱出するのが遅れました。沖縄返還っていうのは、えー、佐藤首相の時ですからね。ずいぶん遅れたわけです。しかしこれもですね、まあ、日本全体のことを考えて沖縄の人はこの事実を受け入れております。まあ、偉いですね。本当に偉いですよ。まあ、あの、気持ちが穏やかだとかですね、包容力があるということですね。えー、上記のようなその歴史的事実があるので、 アメリカ軍の基地が沖縄に極端に多いことに対しまして、今まで我慢はしてきたわけですが、好ましくないと考えておられます。我慢はするけども好ましくない。ここを付け入ってですね、本土の人が我慢してるから我慢させろっていう人も、まあ、多いわけで、それは沖縄にとっては耐え難いわけですね。で、沖縄の人はどう考えてるか。沖縄が本当の意味で立派な県になるためにはですね、 現実的に資金もいるので、基地の存在はその意味ではありがたいけれども、同時に沖縄の未来のためには好ましくないと思ってるんですね。ここが本土の人がですね、なかなか理解ができないとこなんですよ。私、まあ15年沖縄でいろんなお仕事をさせていただいてですね、まあ本当にこれよくわかるんですが、本来は好ましくないけども、未来のために感受しているってことなんですよね。つまり、例えば、 えー、子供、小さい子供であればですね、まあ、すぐにでも会社の社長になって仕事をしたいけれども、やっぱり今はじっと我慢して、えー、親からお金を借りて勉強して、将来に備えると。まあ、そういうことなんですね。本来別に騎士なんかいらないんですよ。本来はもちろん立派にやっていきたいんだが、あまりに戦争とですよ、戦争の後の打撃が大きいんですよね。こういうことは、 植民地になった諸国がそうですよね。例えば日本とベトナムなんていうのは歴史的にも似てるし、まあ、民族の能力もほとんど同じなんですが、日本はまあ、おじいちゃん、ひいおじいちゃんの努力で、えー、まあ植民地になることを免れた。えー、それに対して、えー、ベトナムはですね、えー、フランス、アメリカと長い間圧迫されてですね、結局国の発展は大きく遅れて、 まあ、今、まあ、まだ10分の1とか30分の1ぐらいでしょうけども、一時所得が100分の1っていうのがあった。まあ、そこから立ち上がるにはですね、やっぱり手助けがいると。この立ち上がるのに手助けがいるということと、本当にそれを好んでるかということは違うわけですよね。沖縄の未来像ってはもちろん基地のない、基地がないっていうか、まあ、日本国としてちゃんとやりたいということって、自立した豊かな沖縄なんですよ。それの像があってですね、 それに向かって進むならいいけども、お金を出すからお前ら黙ってろという話には全く沖縄の人は乗らないんですよ。つまり沖縄の人が大切なのはお金じゃないんですよ。沖縄そのものなんですよね。そこがよくわかってないんですよ。ええー。まあ今回の選挙の結果をこういったですね、基本的な考えから言えばですね、現知事の人が沖縄の心に沿って、現知事っていうかあの、中井さんの方ですよ。前の知事っていうか。 沖縄の人の心に沿って辺野古一説反対の立場だったのに、まあ、3400億円出したかね、お金に目をくらんで、えー、今年の正月かなんか良い正月だったと発言したんですね。知事がなぜこんなこと言うのか、私にもわからないんですよ。あの、沖縄の人が最も嫌ってたことはですね、沖縄の未来の話抜きにお金の話をするってことなんですね。 沖縄はですね、お金いらないんですよ、本当は。だけども、これだけ戦争とその戦後で痛めつけられたわけだから、それはもう、例えばね、例えば私が住んでる愛知県、戦場じゃないんですよ。その後、占領もされてなかったんですよ。まあもちろん、日本全体が占領されてる時は別ですけどね。だから、愛知県は発展したんですよ。だからその発展というのは、戦後の日本の発展というのはですね、 日本人全部で頑張ってきたわけですよ。ところが沖縄だけは日本でありながら戦場になり、かつ戦後の発展が阻害されたんですよ。だから少しの間我々は助けなきゃいけないんですよ。それは当たり前なんですよ。沖縄のその責任でも何でもないんですよね。それはまあ我々だって、愛知県だってですね、戦後ずっと圧迫されたトヨタ自動車ないですよ。あ、軍、あの、軍の基地しかないんですよ、ここにはね。だから、そこのところが、 我々分かってないんですよ。本土の人たちは自分たちが自分で発展して、沖縄の人はなんで発展しなかったの発展できませんよ。戦場ですからね。しかもアメリカ軍がずっと占領してたんですから。しかもその後も基地が多いと。だから、我々がすべきことはですね、お金を渡すことじゃないんですよ。発展を手助けすることなんです。その発展を手助けする中にお金も含まれていると。 そういうことなんですね。ですから私ね、この、良い正月だっていう話を聞いて、それはないよと私でも思いましたね。<laughs> それからもう一つはね、これがイデオロギーになってしまうってことなんですよ。イデオロギーってのは左翼とか右翼とかいうことですよ。沖縄の基地の問題は基地反対闘争で片付くような問題ではないんです。ですから私、基地反対闘争も若干、少し批判的なんですね。仕方がないんですが、批判的なんです。 でそうするとね、沖縄の人に基地の問題を押し付けちゃうんですよね。本当は沖縄の人が基地反対運動をするんじゃなくて、日本中で基地反対運動をしなきゃいけないんですね。日本の防衛、憲法、アメリカ軍との関係、中国との外交が全て入ってるわけですね。これがアメリ、沖縄の問題なんですよ。ええ。つまり日本人自身が解決しないと沖縄の基地の問題は解決できないんです。沖縄の問題は日本全体の問題なんだけども、 それを沖縄の人に片付けさせようとするので、基地反対運動が浮いてしまい沖縄が起こるわけですね。まあ、今回の選挙の大きな争点が基地問題、今回の選挙っていうのはあの沖縄の知事選ですよ。大きな争点が基地問題であったことは確かで、そしてこれほど選挙の結果明確な結論が出たのに、まだですね、まあ、自民党政府を中心として、選挙をした人は基地に関係ないとかね、恣意的に その決定を変更できないと言ってるんですが、恣意的というのは、ですねこれはよい、もう悪い言葉を使いましたね、論理的な根拠がなく思いつきでやることなんですね。ですから、選挙の結果が恣意的だと言ってるんですよ。そしたら選挙やらない方がいいわけですよ。じゃあ、この政府は選挙を認めないと一緒ですからね、まあ、即刻、このこれことを言ったえ自民党議員は辞職すべきですよ。だって、選挙が意味ないと自分で言ってるんですからね。 じゃああなたは恣意的に議員になったんですかと、こういうわけですね。まあ、自分が選挙で選ばれて国会にいる人がですよ、沖縄の選挙は無視だというんではですね、これはもう二枚字だ。両家制であって、まあ、民主主義を支持していないわけですね。まあ、12月に衆議院選挙を予定されておりますが、もしこの選挙が行われてもですね、民意はどうであれ自民党が好きにやるというんではダメなわけです。まあ、ともあれですね、私はある意味で良かった。 つまり沖縄知事選の結果はですね、沖縄の人が非常に立派で、本土の日本人はずるだということをはっきりと示した結果であったと。さすが選挙で素晴らしいなと思いますね。えー、この際、私たちはアメリ沖縄のアメリカ軍基地を早期にゼロにするように本格的な議論とですね、スケジュールを示すべきだと思います。これはもうさっき言いましたように、イデオロギーの問題ではありません。左翼とか右翼とかいう問題でなく、日本人、 我々が山と民族であるという境地の問題ですね。私たちがもしアジアの国を植民地として集奪した白人は汚いとかね、周辺諸国を圧迫する中国人はダメだと言うんであれば、日本人はですね、えー、その証拠を沖縄でもって見せなければいけないと。そう思いますね。それを促したのが今度の沖縄知事選であると。これで辺野古の きちんの移転をやるようではですね、日本は、日本人は惨めな国民になると。私はそういうふうに思います。